まずはどんな作品にしたいか考えて、蓋の内側に飾りを接着剤でつけましょう。飾りが小さい時はスポンジなどで土台を作りましょう。高さにメリハリをつけるのがポイントです。水に入れると物が大きく見えるので入れすぎないようにしましょう。1日ほど置いて接着剤をしっかり乾かしましょう。瓶の中にラメとグリセリン、精製水の順番に入れましょう。ラメは多すぎると飾りが見えにくくなるので量の調節をしましょう。グリセリン 10ml に対し水 100ml の割合が目安です。グリセリンの量が多いとラメがゆっくり落ちます。それでは蓋を閉めましょう。閉めた時に瓶に空気が入らないように水がたっぷりの状態でしっかり閉めましょう。仕上げに蓋の側面をリボンやマスキングテープで覆ったり、ガラスの上にも飾りをつけたりするのもおすすめです。蓋の方を下にしておけば出来上がりです。スノードームは冬のイメージですが、使う材料やパーツによっていろいろな季節に楽しむことができます。夏は魚やペンギンなどのフィギュア、貝殻、水草の造花を使えばまるでミニ水族館になります。ラメやホログラムは様々な色や形を使い分けるといいです。